反撃能力で何が変わる？と感じている方も多いでしょう。巡航ミサイル、トマホークを導入で変化する反撃能力。今回は、このトマホークを、潜水艦533mm魚雷発射艦からも、運用可能を詳しく見ていきますね。反撃能力を、最長で、3000km の長射程弾開発を防衛省が調整、30年計画で開発していきます。1蓋式地対艦誘導弾能力向上型に続き、当初防衛用高速滑空弾も、ブロック 2A とブロック 2B の2種を開発しますよ。2022年末、日本政府は、いわゆる安保関連3文書の改定と更新を行い、これを閣議にて決定、すでに懸案となっていた、長距離攻撃が可能なミサイル類の開発と整備を進めることを改めて示し、大きな防衛政策の転換を迎えた。日本政府で、波長距離での攻撃が可能なこれらのミサイルを、スタンドオフミサイルと位置づけ、自衛隊側は、仮想敵国の対空ミサイルの射程範囲外から、それらを運用することで、極力損害を抑えることを期としている。また、これらのスタンドオフミサイル類は、従来であれば、その長射程であるという特徴ゆえに、攻撃的兵器と見られていた解釈を、日本の現在の安全保障環境に照らして、必須の能力とすると、大きな政治判断が下された形だ。そうしたスタンドオフミサイルの筆頭に挙げられているのは、現在、すでに、陸上自衛隊が配備を進めている1蓋式地対艦誘導弾を改良し、大幅な射程距離の延伸を目指すもので、その能力向上型と呼称されている。現行の1蓋式地対艦誘導弾は、最大射程距離が 200km 弱と考えられており、現状では、お世辞にも長射程とは言いかねる兵器であるため、南西諸島の島嶼部に複数を分散して配備するなどの対応が行われている。また、現行の1蓋式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が配備していることや、その名称からも明らかなように、ミサイル本体を装輪式の車両に搭載して運用されている地上発射型の兵器であり、三菱重工業者が製造を担っている。これが能力向上型では、まず第一段階として約 900km、第二段階では約 1500km ほどの射程距離まで延伸することが予定されており、運用も地上発射型に加え、艦艇や航空機へ搭載する形式も開発される。最も早いであろう1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型は、やはり地上発射型になる見込みだが、それでも2026年度が有力視されるため、そのギャップを埋める装備として、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達も検討されている。トマホーク巡航ミサイルは、1980年代にアメリカでは実用化された歴史を持つ兵器だが、段階的にその能力を更新して高め、今もアメリカ海軍の水上戦闘艦、攻撃型の原子力潜水艦の対地攻撃能力の中核として運用されている。このトマホーク巡航ミサイルの特筆すべき点は、何をおいても実戦での使用頻度とその成果が高いことが挙げられ、湾岸戦争やイラク戦争等それら中東でのアメリカ軍の戦闘で大きな戦果を上げていることは他に類を見ない。また、アメリカも自国以外にトマホーク巡航ミサイルの供与を行ったのはこれまでわずかにイギリス一国のみであり、イギリス海軍の攻撃型原子力潜水艦は通常の 533mm 魚雷発射艦からそれを運用する形式を採用している。このイギリス海軍が 533mm 魚雷発射艦から運用している形式のトマホーク巡航ミサイルは、すでに生産ラインは閉鎖されているため、日本が調達が可能であるのは、現在は
艦艇に搭載するタイプに限定されるだろうと考えられている。その場合、日本は既存の海上自衛隊の艦艇の中で、トマホーク巡航ミサイルの運用に準拠したマーク41VLS 垂直発射艦を搭載した艦艇であれば、少ない回収で運用可能となるため、かなり汎用性が高い運用が想定される。トマホーク巡航ミサイル自体は、飛翔速度は、亜音速と、決して高速ではないため、今の時代に、これを、海上自衛隊の艦艇が実装したとしても、有効な兵器とはならないという、論調も批判も見受けられるが、いささか短絡的であろう。現行のトマホーク巡航ミサイルが持つ、少なくとも、1600km 以上とされる射程距離を考慮すれば、敵側は、それを迎撃するための、レーダーセンサ類やそれらを用いた、警戒態勢を取らざるを得ず、リソースの分散が避けられないからだ。さて、日本が配備を目指している、国産のスタンドオフミサイルには、中国からの南西諸島方面への圧力の増加に対抗すべく、当初防衛用の高速滑空弾も、早期の開発と配備が重点的に進められている状態にある。この当初防衛用高速滑空弾は、いわゆる、極超音速兵器と呼ばれている分野の兵器に該当し、その中でも、弾頭部分をグライダーのように滑空させて、飛行中の軌道を変則的にすることが可能な HGV と呼称されるものである。日本の防衛省では2022年12月26日に令和4年度分の事前の事業評価の評価一覧という文書を公表しており、その中で新たに開発と整備を進める当初防衛用の高速滑空弾について、その必要性を以下のように記述している。そこでは、仮に、日本の南西諸島等の島嶼部に敵が侵攻した場合、その敵部隊が装備する、レーダーセンサ類や対空ミサイルシステム、並びに、それらを輸送する輸送機等に対し、その補給を断つ手段となり得る兵器が必要だと指摘している。それは、それら敵部隊に対し、日本の本土から対処が可能な長射程と、少なくとも、敵の飛走行目標であれば、それらを排除することが可能な弾頭の威力を持ち、それを、当初防衛用高速滑空弾のブロック 2B だと定義している。そして、この当初防衛用高速滑空弾のブロック 2B を使用する前段階として、敵に、初動で打撃を与えうる兵器として、一定程度の射程距離と威力を備えた、当初防衛用高速滑空弾のブロック 2A という二段構えの体制を敷く必要を説いている。当初防衛用高速滑空弾のブロック 2A は、おおむね、射程距離で 1500km 以上で、飛翔速度はマッハ10以上、配備する場所は本州または九州等が想定されていると考えられ、敵部隊に対する初動の攻撃に比重を置いている。そして、続く当初防衛用高速滑空弾のブロック 2B は、おおむね、射程距離で、3000km 以上で、飛翔速度は、マッハ15以上、配備する場所は、本州、または、北海道等が想定されていると考えられ、そこからでも、南西諸島を攻撃範囲に収めるものだ。これら当初防衛用高速滑空弾のブロック 2A、ブロック 2B は、共に、地上の車両から運用される地発型と自衛隊では、呼称される形式であり、後者の能力を一部削減して簡易化したものが、前者という位置づけになる模様だ。この当初防衛用高速滑空弾のブロック 2B の 3000km 以上とめされる射程距離は、アメリカ陸軍が配備を始めている中距離の極超音速滑空ミサイル LRHW が
道 2775km と言われているのに、比しても遜色のない数値である。アメリカ陸軍のこの中距離の極超音速滑空ミサイル LRHW は、中国との通常兵器による戦闘を想定して開発されたもので、台湾有事等を想定し、南シナ海を射程距離内に収める位置に配備されるものとめされている。その場合、沖縄の在日アメリカ軍基地等に配備せずとも、日本の九州や本州に配備すれば、十分に、その目的にかなうとみられており、日本の島嶼防衛用高速滑空弾のブロック2A も、同様な想定の下で、配備場所が決定されるのだろう。現在までのところ、アメリカ陸軍の中距離の極超音速滑空ミサイル LRHW について、日本への配備が決定されたという情報は見当たらないが、近く、日本とアメリカの双方にとって、政治的に都合のいい時期に公表されると思われる。まあ、そうした事態となれば、日本国内のリベラル派を自称する勢力が、お決まりの論調で、非難の論陣を張ることは、容易に想像ができるので、現在の日本の岸田政権も、アメリカと協議の上、適切なタイミングを図るのだろう。しかし、こうした流れにことを唱える方々は、極端で単純な例で申し訳ないが、相手が長距離射撃が可能なスナイパーライフルを装備しているのに、拳銃でも当たれば敵は倒せるので、それで立ち向かえと言っているようなものだ。